さあ、それではですね、2021年、青森県の大問の4番の問題ですね、解説していきますが、括弧の4番だけですね、解説していきましょう。まあ、括弧の1番で B の座標を求めて、まあ、括弧の2番で変化の割合、括弧の3番でふにゃふにゃっていう問題があって、最後のね、4番の問題どうなってるのかっていうと、まあ、放物線丸の1っていうのが y イコールマイナスキューブの 4x の2乗なんですが、点 C っていう点打ちますと、これが x 座標が6の点って言ってるわけですね。を打って、この四角形 OBCA ってものを作ると、で A を通ってこの四角形の面積を2等分するような直線、この直線の方程式を求めてくださいねっていうのが括弧の4番の問題なわけですね。さあ、どういうふうにね考えていけばいいのかと、まず C の座標から出していきましょうか。C の X 座標が6だっていうふうになって、6代入してみてくださいね。2乗して36、約分して4だからマイナス16っていうふうになるわけですね。こんな点になっていると、さあこの面積を2等分していくわけなんだけれども、どういうふうにね考えていけばいいのか、いろんな考え方があるわけなんですが、まあね、平行四辺形とか台形みたいな綺麗な形になっているわけではないのかな、まあ、ですよね。ですね。はい、なのでどういうふうにしていけばいいのかっていうと、まずざっくりと四角形で考えていくんじゃなくって、考えやすい形、三角形に分割として考えていくことにしましょう。そうするとさ、ここ O と、あ、失礼、 B と A の Y 座標っていうのがそれぞれマイナス4で一致してるわけなんだから、この三角形 OAB の面積っていうのを考えるのは全然難しくないわけですよね。さらにここの OBC の面積っていうのも考えるのも何も難しくないわけです。でよくよく見てみれば、これって底辺が共通してるじゃない。この AB っていう長さに対して、ここの長さ、高さを掛け算してあげれば、OAB の面積、まあ、割る2が必要ですけどね、 OAB の面積が出てくると、同じ理屈でですね、この三角形 ABC の面積っていうのも AB を底辺の長さだっていうふうに捉えて、まあ、このね、C からこの直線 AB まで下ろした垂線の長さ、この長さを高さだっていうふうに考えてしまえば、やっぱりね、同じように三角形の面積出すことができるわけですよ。そういった観点で見てあげると、ここでこう区切りますけどね、この長さそれぞれどうなってるのかっていうと、まあ、ここのね、 A の Y 座標がマイナス4ですから、ここの長さ4になるわけじゃない。ここの Y 座標がマイナス4で、ここの Y 座標がマイナス16だから、ここの長さって12になるわけじゃないですか。ってことは高さの比が4対12、すなわち1対3になっているので、三角形 OBA の面積と三角形 ABC の面積もやっぱり1対3になってるはずですよね。ここが一つ目のポイントで、なるほどなと、今ここの面積を1だと捉えるならば、ここの面積、これは今3になってるよってことがわかるわけですよ。OK。合わせてどうなってます？合わせて4ですよね。っていうことは、A を通って面積2等分しなさいってことは、言い換えてしまえば面積を2と2に分けなさいってことじゃない？四角形全体の面積が四角の1と四角の3で四角の4になっているわけじゃん。半分にしたら2になるわけでしょ。なのでこの直線 A を通る直線を使って2と2に分けなさいと言ってるわけです。もっと言えば2と2に分けるんだけれども、ここに出来上がる三角形の面積が2になるってことは、ここは何、ここはここね、ここね、ここね、ここはこれ全体が3でしょ、ここが3なんでしょ、 ABC が3なんでしょ、ここが2になるんだからここ1になるので、結局何をしたいのかっていうと、 A を通る直線を引くことでここの面積を1、ここの面積を2にしてしまえば、これでちょうどぴったり2等分になってますよね。四角形の面積半分になりますよね。1、1で四角の2、四角の2っていうふうになっているので、2、2に分かれてますから、これで2等分になるわけです。ということは結局何がしたかった？ A を通って、この BC を1対2に内分するような点を考えてしまえばいいわけですよ。いいですか？ 1 対2に分けてしまうような点が分かればいいわけですね。あれ？あれ？あれ？あれ、 B の X 座標ってマイナス3ですよね。すなわちここの長さって3ですよね。ですか？ C、X 座標6ですよね。ここの長さが6ってことだよね。ここの長さが6ってことですよね。つまり3対6ですよね。1対2ですよね。っていうことは、この切片がちょうど1対2に分かれている場所のはずですよね。わかる？ここにこういう相似を考えてしまえばわかるんじゃないかな。こういう三角形、今なぞってるここの、こことここの相似ですよ。
3対6ってことは1対2だ。だからここ1対2になってる。当然ここも1対2になってるはずなので、あ、なんだと、ちょうど直線 BC の Y 切片、ここと A を結ぶような直線が求める直線の方程式だったわけですね。ここまで分かってしまえばあとはめちゃくちゃ簡単です。今ここね、ちょうど長さが12だっていうふうにここで分かってるわけなんだけど、これを1対2に分けてるわけですから、ここの長さは4で、ここの長さが8っていうふうになるはずですよね。ということで、ここの Y 座標いくつですか？ 4,4 下がっているので、Y 座標はマイナス8ですよね。いい？ Y 切片マイナス8になっていると。あとはこの直線の傾きはどうなってます？傾きは2行って4上がっているわけだから、傾き2ですよね。もうこれでおしまいです。暗算で出ちゃう。Y イコール傾きが2で、Y 切片がマイナス8の直線、Y イコール 2X マイナス8っていうふうに出てくるわけです。OK ですかね。はい。まあ、なのでね、まあ、最後のこの1対2っていうところは、たまたまね、ここが分かりやすい場所にあったから良かったわけなんですけど、まあ、ここにね、至るまでに大事だったことは、一旦この四角形を2等分で考えるのをやめて、まずは求めやすい三角形で分割して考えていくと。そうするとですね、この見通しが立ったんじゃないのかなと思うんですよね。はい。非常にまあ、ベーシックな問題ではありますけれども、正答率はね、あまり高くなかったのかな。そんなデータがあるんですかね。7.6% ぐらいのですね、正答率だったみたいなので、わりかしやっぱりね、こう苦労した方もいらっしゃったと思います。しっかりと復習をしておいてください。